姉川の戦いは織田徳川の勝利に終わった。だが戦国に武を士官とする信長に対し甲斐の虎武田信玄が立った。家康は三河武士の意地をかけ信玄の上洛を阻止すべく突出、信玄の背後を急襲した。だがそれを信玄は予測しきっていた。武田得意の野戦に持ち込むため家康を三方ヶ原におびき寄せたのだ。三方ヶ原に待ち構えていた武田軍の前に家康は絶体絶命の危機に陥るのだった。異人からで七に踏み込むとは。第二話、三方ヶ原の戦い、耐えたる行く末何だ。信玄の策にかかり七におびき寄せられた。この上は討ち死にしても三河武士が意地を見せんか。愚問、そは抱きすべき犬死になり逃げ延びられよ。未来がために。今だ、かかれ。この戦、勝ち目はない。我らも引くぞ。いざ戦わん。名のある武士とお見受けいたす。どうじゃ、敵将を討ち取ったわい。さすがは我らが殿に負わす。を打ち取ったわい。お見事でございます。大変のようだね。わしは一歩も進めんのだ。いざ尋常に勝負。敵将を討ち取ったわい。さすが、お見事。さすがは我らが殿に負わす。押して参る。敵将を討ち取ったわい。さすが鬼よ。いざ戦わん。これぞ三河武士の底力よ。
見事でございます。北条と武田の命令でここに立たせ、家康の国本当に任せたかすんとる。我は風、混沌を呼ぶ間がつ風なり。敵将を討ち取ったわい。さすがは我らが殿に負わす。魔はされど滅することはない。先は地形が入り組んでおります。ご注意。信玄公の攻略を学ばんがため、水産捕まつった。
筋は悪くなさそうだ。かかってこい。奇妙だな、あんたが死ぬのか。血を消すでかい舞台でやり合う。家康は桶狭間奇襲を招いて信玄公の背後についた。信玄公はそれを見越して待ち受けている。家康の軍略競争なんだ。過去戦は軍略だけでするものじゃないよ。敵将を討ち取ったわい。さすがは我らが殿におわす。なかなかやる。出直すとするか。年寄りをいじめるものではないわ。我何に望みても引かず。名のある武士とお見受けいたせ。されているか。影に助けよう。おお、かたじけのござる。敵将を討ち取ったわい。さすが、お見事。殿が味方が腹を抜けられた。撤退せよ。殿、生き延びられよ。そして戦なきよう。貝の虎の軍略味わうがよい。いざ尋常に勝負。敵将を討ち取ったわい。さすがは我らが殿におわす。逃げずとも貴公を討たばよし。これじゃ三河武士の底力よ。敵将を我ども勢いには勝てぬか。敵将を討ち取ったわい。もう引くよ。すでに徳川に上洛阻止の力はないしだ。なんとか逃げ延びたく。着実に着実にな。